皆さんこんにちは、ひめちかのもの紀行です。まずはじめにですね、ありがとうございます。おかげさまでチャンネル登録者1000人突破いたしました。次はですね、1万人突破目指して頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。今日はですね、前回、草刈り機、刈原駅の刃物ということでですね、長い動画アップしたんですけど、意外と反響が大きくてですね、再生回数も、あっという間に1万回を突破いたしまして、長い動画だったので、後半の方にですね、ナイロンコードだったり、シュレッダーブレードをご紹介したんですけど、そこまでちょっと見てなかったよっていう方大勢いらっしゃるようなのでですね、今回、シュレッダーブレードにとナイロンコードですね、ご紹介させていただきたいと思います。シュレッダーブレードの方、ちょっと今ですね、もともとオレゴンさんの方でですね、サンプル程度で国内に在庫あったものをちょっと分けてもらったんですけど、ちょっとそれもですね、いただいたのは全部なくなってしまって、さらに追加でいただいたのもなくなってしまっている状態でして、で近々入ってくる予定なので、入荷しましたら、インスタグラムやフェイスブック、アメーバブログの方でですね、入荷しましたよという入荷情報を、ご案内させていただきますので、そちらの方もですね、ぜひフォロー登録の方お願いいたします。それではですね、ナイロンコードの、ご紹介を改めてしたいと思います。ナイロンコードですね、大きく分けて、回転する遠心力で自動で、コードが伸びてっていってくれるオートタイプとですね、回転してる最中に地面を叩くことでコードがワンブロック伸びてくれるというタップ式とあります。当店で販売している数が多いのは圧倒的にタップ式が多いですね。回転が速くなってきて、草刈りの刈り幅が、小さくなってきたなと思ったら、タップして面積を稼ぎたいっていう、自動で自分の思った時に、コードを伸ばして刈り幅を稼ぐということでですね、タップ式が圧倒的に売れております。タップ式の、欠点というか消耗する箇所ですね、このタップする地面に当たるところが減ってしまいます。なのでそこの部分もですね、単品で部品として在庫を置いております。オレゴンのライトニングロードなんですけど、先日ですね、動画をアップしましたら、オレゴンさん見てくれたようでして、オレゴンの標準付属品の、ボルトですね、オスボルトには、この 8mm タイプしか標準付属ついてこないんですけど、っていうお話をしたところ、7mm も無償でご希望者の方にということで、ヒンさんいりますかとご連絡いただきました。オレゴンさんありがとうございます。これでですね、逆ネジの 7mm の方もですね、オレゴンのこのライトニングロード使用することができます。ご希望の方はですね、購入時に、突起事項のところに、7mm 用のアダプターくださいと、記載ください。じゃなければメールでも構いません。過去に当店からご購入の方は、当店で何か買い物するときに、過去に買ってんだけど 7mm のボルト欲しいということで、突起事項にご記入ください。あくまでも過去に当店でこのオレゴンのライトニングロード買ったよって方のみになりますので、すいません、その辺はご了承ください。わからない方のためにもう一度おさらいですね。刃を止めるボルトが 8mm だよっていう方、これですね、これが多いと思います。で、7mm だよっていう方、こちらのタイプですね。この黒い方が 7mm 軸になります。一般的には黒い方が多いかもしれないです。 8mm これですね。これを、このアダプターに取り付けてることで、本体に、回していくだけで装着が可能になりますという簡単な方式です。
本体のボルトがオスボルトであればこちらの3種ですね、 M10 なのかで M10 のピッチが 1.25 なのか 1mm なのか、全部逆ネジですんでね、仮払い機、どういうボルトが自分の本体に取り付いているのかで変わりますので、選定のほどよろしくお願いいたします。それではですね、スチールとオレゴンのナイロンヘッドの、ナイロンコードの巻き取り方を、ご紹介したいと思います。国内メーカーはね、外して巻いてからセットするっていうのが多かったりするんですけど、簡単になってましたのでご紹介したいと思います。このようにナイロン、わざと今回巻き取りを早くするために短くしてますけど、スチールだとだいたい 2.4mm なら上手に巻けば 8m 入ります。オレゴンだと 2.4mm はだいたい 4m ぐらいになるんですかね。 4m ちょっと大きくなってる分、プロの方だと 5-6m ぐらいいけるかもしれないです。ちょっとこれ記載がないのでちょっと後で調べていきます。まあ、けどまあまあ入ります。とりあえず先にスチールの方ですね。この矢印とこの線ですね、こちらを合わせてもらいます。そうすると内容がこのように反対側に出てくるので、これをおおよそ半分ぐらいずつの長さが出てるようにします。そうしましたらこのダイヤルですね、で巻き取っていきます。という形でナイロンコードの巻き取りが完成です。こんなに簡単になってました。それではですね、オレゴンの方のライトニングロードの方の、ナイロンコードの巻き取り方をご紹介したいと思います。この矢印とこの出てくるアイレットのところですね、合わせていただきますと、スチールと同じような方式ですね、このように反対に出てきます。同じように半分ぐらいずつ出して、あと巻き取っていくです。こちらの方がダイヤルというか回すところが大きいので、トルクかけやすいというか回しやすいですね。このように簡単にできます。ナイロンコードですね、消耗する箇所も、販売しております。このようにですね、本体の、ところナイロンコードが出てくるここの部分ですね、アイレットっていうんですかね、ここ摩耗してしまって、減ってしまってボディの方も気づくようになった場なる場合があるので、ここの交換もできます。これはライトニングロードプロと標準タイプ、共通なので、概要欄の方から販売ページの方でご確認ください。であとですね、交換が必要になるだろう場所、この地面で押し付けるノブですね、この部分もこのように、スプリング式で簡単になってました。これで、部品交換できるようにですね、単品での販売ありますので、摩耗してしまう場合、交換簡単にできますので、概要欄の方からこちらもご購入ください。スチールの方は C26-2、ご存知のように通販できませんので、店舗のみでの販売になります。このタップするノブの部分ですね、とあとこのアイレットの部分、店舗にて販売しております。摩耗してしまった方、店舗の方へぜひいらしてください。ライトニングロードで
このようにですね、最初についてくるナイロン、最初から本体に入っていません。巻き取り方がこのように書いてあります。最初にですね、お客さんにやってもらうことでお客さんは絶対忘れないという心遣いですね。なのでご購入された方はびっくりしないで、最初にまず巻き取るっていうことをですね、お手数ですけどやってください。よろしくお願いいたします。オレゴンのナイロンコードですね、切れ味は何といってもこのフレキシブレードダントツでいいです。でプラスですね、240度だっけかなまで、溶着しないっていう高耐久なものになってるので非常に人気ですね。このギザギザがいいみたいですね。こちらとにかく溶着しないっていうテクニ280度まで溶着しないという皮膜がついてます。これはこれでですね、トラブルが少ないというので人気です。で耐久性を重視したモデルで四角ですね、スクエアタイプのマグナムゲーターライン、中にカーボンが入ってて高耐久というタイプですね。こちら、サンプルサイズで、取り扱い始めました。サンプルサイズなのでですね、 15m なのでとりあえず試して使ってみたいという方ぜひですね使ってみていただいて、今ですね、大型のこういうドーナツサイズのやつも取り寄せ中でした。お気に召しましたら、大型サイズが発売になりましたら、ぜひですねそちらの方もご購入いただければと思います。これでですね1580円税別ですので、非常にお試しサイズとしてはちょうどいいお手頃サイズなのかなと思います。続きましてオレゴンの、シュレッダーナイフですね、シュレッダーブレードについてご紹介したいと思います。こちらですね、取り付ける機械に強度がないとダメです。なので、25.4 だから取り付けれるからと言って簡単に取り付けて使わないでください。機械が簡単に壊れる恐れがあります。早い高速回転でですね回ってる最中に止まるぐらいキックバック起きやすいので、止まるぐらいの衝撃を受けてしまった場合にギアヘッド簡単に壊れる恐れがあります。なので高耐久なモデルがおすすめです。305あります。ちなみにですねスチール純正ですと、FS310311 に使うようになっているので 20mm の穴径なんですね。このように穴径が全く違います。 20mm で使う際のリングオレゴン付属してあります。で、2枚刃で比べてみますかね。このように270と305の差としまして、オレゴンの方が長いです。なので、衝撃も大きくなります。まあ、仮幅の面積も大きくなるんですけどね。なので、使う際、オレゴンの方で使う際自己責任で使われるということを、ぜひご理解の上シュレッダーガード付きでお願いいたします。かなり飛散も大きくなるので自分の方に飛んでくるですね飛散物も多くなるので、ぜひですねシュレッダーガード、スチールの FS311 のようなについてくるようなガードを装着してご使用されることをお勧めいたします。なのでオレゴンの方でもですね、なんで一般販売してないのかっていうことで問い合わせたら、やっぱりその危険度が高いので説明して販売してくれるところじゃないとちょっとおすすめできないということで、サンプルがあったのでサンプルを最初取り寄せしました。数量ですね。でそしたらですね、やっぱり待ってる方が多かったのがあっという間になくなってしまいまして、でこれ で今第2弾少量入ってきたんですけど、ちょっと、数も限られているので一人で、何枚もちょっと欲しいという方多いかもしれないですけど、お一人様1点ずつということで限らせていただきますのでご了承ください。商品の方がですね安定してきましたら、その制限の方は解除したいと思います。で入荷次第ですね、2枚刃 3mm、4mm ありますけど何が入ってきたよとか、この3枚刃ですねの 4mm タイプ、入荷したよとかそういったのは、Facebook
とかインスタグラムの方で告知まずさせていただきます。そちらの方がやっぱり告知早いのでですね、画像を撮ってあげるだけなのでそれでちょっと告知させていただきますけど、チェックの方よろしくお願いいたします。でしばらくは、お一人様1点です。あくまでこちら使用される際は自己責任でお願いいたします。いかがだったでしょうか。ナイロンコードはですね、国内メーカーのものちょっとコンパクトなんで、まあ、24-5cc クラス用に作られてるのかもしれないですね。なので、オレゴンのやつとかスチールのやつはですね、高排気量モデル、まあ、30cc 前後ですかね、一振りで42センチ、草刈り幅が取れるように、さらに、ナイロンコードが減っていっても巻く回数を減らすために結構なメーター数巻けるようになっているものが多いです。ただちょっ と,、それを回そうとすると刈り払い機のパワー、本体のパワーの方が必要になりますのでね、もしご購入いただいて草を刈る満足な速さにならないよっていう場合ですね、フルに40センチ伸ばすのではなく30センチとかにカットしていただいて使っていただくのがおすすめです。で、シュレッダーブレードですね、大変非常に危険です。危険ですというのはですね、まあ国内の草刈り機、刈り払い機の安全衛生講習とかではですね、2枚刃推奨されてないんですね。というのはキックバックが大きい、速い回転で回っているのが止まるような衝撃を受けることでギアケースの破損のリスクがかなり高まります。さらにパイプが曲がりやすくなったりとかですね。で、ギアケースが破損してしまってもし刃が飛んでってしまったら大事故になってしまうので、まあそういったのも含めてですね、2枚刃っていうのは推奨されてないんですけど、海外の方ではですね、ギアケース大変高耐久モデルで作られております。なのでそういった刈り払い機ではないと、シュレッダーナイフ、シュレッダーブレードですかですね、あまり、おすすめできません。なので、あくまでも、自己責任でご利用いただくという形になっちゃいます。で、合わせてですね、いくら自己責任といえ大怪我してほしくありませんので、キックバックには気をつけていただくのはもちろんなんですし、シュレッダーガードですね、自分に飛んでくる飛散が抑えるっていうシュレッダーガード、スチールでいうと FS311 に現行品であればあるんですけど、そういった、ガードをですね必ず装着して ご利用ください。入荷しましたらですね、冒頭の方でもご紹介しご案内したように、インスタグラム、フェイスブック、アメーバブログの方でですね連携して、アップできるので、そちらの方でですね、何々が入ってきたよと、まあ、個数はちょっと控えさせていただきますけど、入荷しましたって案内はさせていただきます。と言ってたら今日ですね、2枚刃の方が入荷いたしましたので、あ、2枚、4ミリの2枚刃 と,、3枚刃が少量ですね入荷いたしましたので、この後ですね、在庫の方を更新させていただきます。ちょっとまた今回も数量が少ないのでですね、ちょっと行き渡らないかもしれませんので、お一人様一個ずつということで、まあ、一つにつき一個ずつということで、ご了承ください。いっぱい入ってくるようになりましたら、その数量宣言の方はですね、解除いたしますので、ちょっと多くの方に使ってみていただきたいので、まあ、安心安全に気をつけてですね。なので、ちょっと、ご了承ください。またですね、なんか面白い動画か思いつきましたらアップさせていただきます。ほとんどがですね、10年ちょっとやってきたブログの方のやつを、動画の方として起こしてる感じでもあるので、まあブログの方もぜひですね、チェックしてみてください。それではまた。